有給休暇。こんにちは。こんにちは。では今日の格言見ていきましょう。本日はこちらです。経営とは理想を描き、理想を追求するもの。どうですか？で、経営には理想というビジョンが大事。追求してます？渋谷さん。理想の追求って相当きついんですよね。ここ、なんで私この言葉を書いたかというと、ドラッカーがですね、経営というのはいつかは妥協するものだって言ってるんです。この彼がいつかは妥協するものだってことを言ってるってことは、裏を返せばいつかが来るまでは徹底的に理想を追求しなきゃいけないんだなってことを思ってたんですね。ずっと理想を追求してても、どこかのタイミングで妥協しなきゃいけないポイントがある。ただし、理想を追求しようっていう気持ちがないと、妥協ポイントが早く来ちゃうんですね。早く経営者って諦めちゃう。いや、もうこの人間育たないからとかね。この経営は今の環境で、まあ、なかなか今うまくいかないからとか、早い段階で妥協が来る。妥協は必ずどこかでしなきゃいけない。しかし、その前提条件っていうのは、徹底的に理想を追求するっていう気持ちがない限り、いつかのタイミングに来る妥協っていうポイントが、ものすごく早く来てしまって、うまくいかない。だからこそ、私はそのドラッカーの言葉を読んだときに、あ、経営っていうのは理想を描き、理想を追求するもんなんだなって思って、いずれ妥協が来ようとも、ここの気持ちを失った限りは非常にまずい経営スタイルになるんだろうっていうのが私の考え。いかがですか？今日もバッチリです。本当ですか？はい。